どうも、ワシトーク、コウキでーす。この間からね、5月の20日から23日はちょっと仕事で、沖縄に行きますということで、動画配信、休みますと、コミュニティの方でも、この間のライブ配信等でもね、お伝えをさせていただいてて、今日ゲーム見てないんですよ。全く見てないです。仕事できたのはあるんですけど、沖縄なんでね、ほんと12年ぶりですよ。高校生の修学旅行以来に来たんで、少しね、仕事もしつつ、ちょっとね、休みではないんですけど、やっぱこの沖縄満喫したいなっていうところで、もう今日明日はね、こう野球中継とかはね、一切見ずに、このね、沖縄を満喫しようかなと思って、動画もね、撮る気全くございませんでした。で、現在の時刻はね、1時半ぐらいですか。全部仕事と終わって、お風呂も入って、寝る前です。結果見たんですよ。結果、今日のプロ野球の結果でさ、楽天と今日ソフトバンクとゲームだったわけなんですけど、ちょっと目を疑うスコア、得点差が生まれてまして、21対0っていう数字を僕は目にしたんですよ。で、ちょっとそのスコア見た時、少しもうお酒とかもちょっとね飲んで、楽しみながらいろいろねお話とかしてたんですけど、21対0、ちょっとなんか目かすんでんのかなとか思ったんですよね。したらさ、本当に21対0で、21対0って何と思って、で中身見たんですよ。そしたらね、ポンセが3回12失点で、ごめん、その後投げたピッチャー全く覚えてないんだけど、その後も失点を重ね、21失点そして打つ方は0点。沖縄来てさ、本当にちょっとたまにはさ、プロ野球忘れて仕事もしつつ、楽しみたいなっていうところでさ、本当今日明日はね動画撮る気なかったんですよ。いや、これ撮らねえとまずいだろうというところで撮ってるんですけど、21対0ってなんすか。ゲーム見てなかったけど、なんすか。は、まさに猫ミームっすね。いやー、ちょっとよくわかんないですね。僕楽天ファンになったのが2006年の秋からで、マー君がねドラフト1位でイーグルスに入団が決まったというところで、そこからね、イーグルスファンになったわけなんですけど、18年目、今年ファン歴になるんですけど、球団創設2試合目ですか、26対0だっけ、あの時は、26失点して負けたゲームがございましたが、それに次ぐ歴代過去ワースト2位の今日ゲームだったんじゃないでしょうか。21点もそうですし、打つ方は完封負け、何してんの、意味わかんないですね。同じプロのチーム同士のゲームとは思えないほどのひどさ、どうなってるんですか。
せめてもの個人的な救いとしては今日ねゲーム一切見てなかったです、うん、まあ、勝っても負けてもね、やっぱりプロ野球の試合も大事ですけど、ね、なかなか来れるところじゃないんで沖縄もね、その時間を楽しもうと、もう明日もちなみに見る気はございません、たまにはいいんじゃないかというところで、僕もほぼほぼ毎日ね、まあ、ライブ配信だったり動画配信どうにかね、上げようというところで、YouTube 活動させていただいてるんですけど、なんとも言えないですね。21対0やべえよ。キッカー持った方がいいよ、うん、やべえよ。なんとも言えないですね。まあ、特にね今日ゲームミスターイーグルスファンの方なんかはね、もうより一層僕なんかよりね、もう数倍数十倍のこういろんな感情ってのがあると思うんですけど、まあ、イーグルスファンの気持ち的には本当にプロ野球のチームかと、21対0高校野球でもないですね、まあ、高校野球その前にコールドになっちゃいますけど、なぜこんなゲームになったか、イーグルスはしっかり反省した方がいいですね。まあ、もちろんね143分の1敗ですよ、うん、まあ、1対0で負けても21対0で負けても同じ1敗なんでね、まあ、そこはポジティブに捉えていいと思うんですけど、やばいっすよ普通に。21対0って何、ちょっとね酔いが冷めましたもん、そのスコア見た瞬間。え、2対1、いやでもなんか0ってあるな、2対10、いや違う、21対0でした、はい、ポンセが3回11失点中12失点、うん、さっき防御率見たよ 7.05、 やべえよ。であと2番手が桜井投手から投げたの 10. いくつでしたやべえよ。でその後投げたのがごめん忘れて、で最後に投げたのは多分西垣くんで防御率 5. いくつ、もう何も言えないですね、はい。まあ、ちょっともう寝る前でね、本当に取る気もなかったところでちょっと少しバカンスの様子を皆さんにせめてもお伝えすべくじゃないけど、うん、ね、ちょっとあのプールついてるんですよ、ちょっとね夜景も見えてというところで、はい、動画ね、まあ、撮ってるんですけど、はい、もう今日今本当にパソコンもちょっとできてないんで、もうサムネも特に、はい、いつもね作り込まずちょっとそのまま上げたいんですけど、やばいっすね。ごめん、やばいしか出てこないですけど、マジでやばいっすよ、うん、何がやばいってマジで弱い。で今日負けたから結局今季最多の借金6でしょう、うん、このままずるずるいくなよ、うん、明日もホークス戦あるよ、いいよ泥臭くいけよ、勝てよ、今日の悔しさ各々感じてるんだったらやってくれよ、うん、明日勝てば文句ないよ。21対0で今日負けたけど、明日勝てばいいよ。一勝一敗だから、そうすれば。まあ、大事なのはね、結果なんで、とにかく、もう今日のね、負け、相当、球団ワーストレベルにひどいゲームでしたけど、いっぱいいっぱいなんで、うん、明日勝って、やり返してくれよ。悔しさがあるんだったら。やってくれよ、うん、今日みたいなねゲーム見せられても
イーグルスファンはね、1日でファン辞めたりしないんで、うん、本当に悔しいと思ってるんだったら明日やり返してください。はい、ここから思ってることは以上ですかね。はい、ごめん、風も強くてね、ビービー言っちゃってるかもしれないんだけど、しかも1時半だからちょっと声もちっちゃめだけどさ、やってくれよ、うん、借金録ずるずいったら B クラスだぞ。まあ、そんな感じでちょっとね、明日は動画撮るか分かんないんだけど、うん、本当は今日も撮る気なかったんだけどさ、球団史上僕が多分見た中で一番最低のゲームだったんで撮らせてもらいました。はい、やってください。以上です。おやすみ。